こんにちは、しなたんです。今回はたまに私石原さとみさんに似てるっていうコメントをいただくので、石原さとみさん風のメイクをしてみました。たまた YouTube で風メイクをするということで、すごく緊張してるんですけど、少しでも雰囲気が捉えることができてたらいいなと思います。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。でもベースメイクは終わってるんですけど、小松菜奈ちゃん風メイクをやった時と同じベースの仕方なので、概要欄にリンク貼っておくので、そこから見てみてください。ではアイメイクから始めていきます。まずメイベリンヌードパレットブラッシュで01番のこの色をアイホール全体に塗っていきます。この色とこの色を混ぜて、二重幅よりちょっと広めに塗っていきます。次にサナエクセルスキニーリッチシャドウ SR06 番のこの色を二重幅の3分の1ぐらい塗っていきます。そしたらケイトフォルミングエッジアイズ DR3 番の一番明るい色とマジュリカマジュリカシャドウカスタマイズ DR665 番を混ぜて涙袋に塗っていきます。そしたらさっきのエクセルのこの色を下目尻3分の1ぐらいまで入れていきます。ただエルフアイシャドウパレットマットフォーマットのこの色で涙袋の影を描いていきます。主にくるめの下あたりになるべくカーブをつけず平行気味に描いていきます。はい、こんな感じです。ただヒロインメイクスムースリキッドアイライナーのブラックでなるべく垂れ目になるように描いていきます。そしたらさっきのエルフのアイシャドウパレットのこの色で目の上のアイライナーをなるべく細めに描いて、リキッドで描いたアイライナーをぼかしていきます。はい、そしたら眉毛を描いていきます。眉毛は石原さとみさんは茶色の眉毛をしているので、私も茶色で描いていきます。資生堂アイブロウペンシル3番のブラウンを使っていきます。石原さとみさんの眉毛は細めのアーチ眉なので、それを意識しながら描いていきます。眉尻はそんなに伸ばさずに短めに描いていきます。さあ、エルフのアイシャドウパレットのこの色で中を埋めていきます。眉毛と眉毛の間もそんなにひっつけずに離し気味で描きます。そしたらヘビーローテーションカラーリングアイブロウ02番のオレンジブラウンを塗っていきます。はい、こんな感じです。そしたらビューラーをしてまつ毛を上げていきます。そしたらファッションのグッドカールマスカラロングタイプをなるべくダマにならないように塗っていきます。はい、アイメイクはこんな感じです。そしたらノーズシャドウをこの色で入れていきます。ダイヤモンドビューティークリームチーク04番を入れていきます。外側に丸めに入れていきます。そしたらキャンメイクシェーディングパウダーでシェーディングをしていきます。そしたらビセのイルミネートパウダー02番でハイライトを入れていきます。そしたらまずレブロンのウルトラ HD マットリップカラーの06番デボーションを塗っていきます。その上からチフレの416番という色をの上の山を消すように塗っていきます。で少しティッシュオフをします。その上からグロスを重ねます。はい、では化粧が終わったので髪の毛とかをセットしていきます。はい、こんな感じで石原さとみさん風メイク完成しました。さん本当可愛すぎるので、ですが初心だよって思われるかもしれないんですけど、私なりに頑張って風メイクをしたつもりです。他にもね、いろんな人が石原さとみさん風メイクをしていて、皆さんとても似ているので、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、
やってみました。ちょっとでも似てるなと思ってくれた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。似てないなと思っても高評価チャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画も見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。